一コブラクダ、一コブラクダ、一流ラクダは、ラクダの一種で、クジラ玉ズメモクラクダが二属する大型の玉、ヒズメるい。学名キャマラスダラマデリアスカメールスドロメダリウス。本種は、二コブラクダと共に二種のみで、ラクダ属を構成するが、二コブラクダが背中に二つのコブを持つのに対して、本種はコブを一つしか持たない。本種は、ラクダ家中で、 最もよく知られた動物でもある。ラクダか、ラクダ族の上位分類群には、他に、南アメリカのリャマアルパカなどが含まれる。北アフリカと、西アジア、アフリカの各地域、スーダン、エチオピア及び、ソマリアに分布するが、すでに、それらの原生地において、野生個体群は消滅している。ただし、オーストラリアの乾燥地帯には逃亡した家畜が、野生化した個体群。 外来種が存在し、深刻な環境問題となっている。英名のダラマデディは、セリダ、ラクダ競争に研究するときのみ用いられるべきである、とする人もある。ダラマデディの名は、走ることを意味するギリシャ語に由来する。アメリカ・カリフォルニア州にあるのウェブサイトによれば、ダラマデディの名称は、厳密には、様々な軍隊のラクダ部隊で使役されるものなど、 アラブの競争ラクダを指すのにもっぱら用いられるという。本種は元来、西アジアと東アフリカに自然分布していたが、数千年前に中央、または南アラブで最初に家畜化された。その年代については、専門家の間でも意見が分かれており、紀元前4000年頃とするもの、前線4 0 0年頃になってからとするものなどがある。現在、 家畜化されたものの数は約1、300万頭と見られ、そのほとんどはインド西部からパキスタン、イランを経て北アフリカに至る地域に分布する。本来自然分布していた地域で野生のまま生き残っているものはないが、逃げ出したラクダによる個体群であるオーストラリアの野生ラクダは少なくとも50万頭に達するものと推計されている。本種は紀元前2000年頃にエジプトと 北アフリカに導入された。ラクダ科に属する動物は他にも数種があるが、今日まで生存している。新ラクダ類、ギャマなど、南アメリカのラクダ類を除いた、ラクダ族の動物は、本種の他には、タコブラクダだけである。タコブラクダは、トコブラクダの家畜化について推定されているよりずっと、あと、紀元前2500年より、以前のいずれかの時代になって、アジアで家畜化された。 フタ子ブラクダは本種よりも頑丈でしぶとい動物であり、イランからチベットに至る地域で野生のまま現存している。本種はフタ子ブラクダより背が高く足が速い。騎手を乗せた状態で時速13から 14.5km の速度を数時間にわたり持続することができる。これに対して2を積んだフタ子ブラクダは時速 4km 程度の速さで移動する。 紀元前2000年頃、ラクダはサハラ地域に定着したが、前9 0 0年頃以降、サハラから再び姿を消した。ラクダは、通常、人間の狩りの対象とされる。カンビュセス二世に率いられたアケムネスアサ、ペルシアがエジプトに侵入した時に、家畜化されたラクダがこの地域に導入された。家畜ラクダは、北アフリカの多くの地域で用いられ、ローマ帝国は、 ラクダ騎兵の一体を設けて、砂漠の変炎地帯の見回りにあたらせた。しかしながら、このペルシア時代のラクダは、サハラ砂漠を渡る交易や旅には特に適応しておらず、稀に行われた砂漠横断の旅も、馬に引かれた戦車によるものであった。より力が強く体の丈夫な二コブラクダが初めて、アフリカに達したのは四世紀のことである。しかしながら、 二コブラクダが一般化するのはイスラムの北アフリカ征服以降のことである。この侵入そのものは大部分馬に騎乗した兵士たちによって成し遂げられたものであったが新たに中東とのつながりができたことでラクダを集団として移入することが可能となった。この時以降に移入されたラクダは長期の砂漠の旅によく適応しており多量の積み荷を運搬することができた。これによって 初めて、本当のサハラ公益が可能になったのである。オスは、柔らかい公害を持つが、繁殖期にはこれを膨らませて、アラブ語でドゥラ、ドーラと呼ばれる深いピンク色の袋を作り、口の両側に垂らして、メスを引き付けようとする。本種はまた、濃いまつげと小さくて、毛深い目でも知られる。装飾性で草やサボテンを食べる。妊娠期は12ヶ月ほど続く。 通例コラクダは一頭だけ生まれ、18ヶ月まで授乳される。メスは3から4年、オスは5から6年で性的に成熟する。飼育下での寿命は25年程度が典型的だが、中には50歳に達するものもある。成獣は体長10フィート305センチメートル、体高6から7フィート180から215センチメートルまで成長する。体重は 通常1000から1500ポンド、450から680キログラムの範囲内である。二コブラクダとの間に繁殖力のある雑種ができる。雑種のコブは一つで、どちらの種よりも体格で勝る。近年、リアマトの間に、キャマという雑種が作られた。現代の家畜化された一コブラクダは、土や肉を取るために利用され、物資を打採したり人が起乗したりする。 運搬銃としても刺激されている。馬とは異なり、人や積み荷を乗せるときに膝をついて体勢を低くする。エジプトでは砂漠地帯にある観光地の多くでラクダに起乗した警察官の姿が見られる。また現代でも砂漠地帯のパトロールなどに利用されている。その形状から統計分析などでは一ピークタイプのグラフについて 一コブラクダ型にピークタイプのグラフについて二コブラクダ型と対比で例えられることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。